イスラクリスティナは、イスラとはスペイン語で、島を意味する。イスラクリスティーナ湿地イスラクリスティナは、大西洋に面しており、西のアジャモンテまで広がる2145ヘクタールのイスラクリスティナ湿地を含む。この湿地は、海抜が低く、満潮になると海水が押し寄せる。キや茂み、松林は、野鳥やカメレオンの住みかとなっている。海からの影響を受けるため、 イスラクリスティナは地中海性気候ではあるが気温の上昇幅はそれほどでもない。冬は温暖で夏はうだるような暑さにはならない。ただし湿度はイスラクリスティナを象徴するものとなっており、毎冬の湿度は100%を超える。これは海からの湿気や湿地に集まった水分が発散され凝縮されたためである。海に面しているために冬になると最悪の場合に 嵐が起き、短時間で水が溢れた時には洪水が引き起こされる。吹雪も起こるが、これは年間を通して稀な現象であり、終わるのも早い。2011年1月1日時点の人口は2万1903人。グランビア通り1834年に布告されたイスラクリスティーナへの解明を命じる、ホーレマリーナイスラクリスティーナの歴史は、1715年頃に、 遡る。当時、レバンテ商人たちが、グアディアナ川口付近で作られた塩を売買していた。スペイン継承戦争後の1724年、カタルーニャ商人の最初の戦団が、ウエルバセーガンのイワシやマグロの群れを追っていた。この行動の目的は、小魚の漁の技術を磨くことで、沿岸航海技術を習得、魚の塩漬け加工をし、それらを古国へ送ることにあった。 彼ら商人たちは、毎夏やってきて、ウエルバ沿岸やポルトガル、アンダルシア東部からやってきた漁師たちから魚を買い付けた後、魚を加工していた。漁期の終わりに魚を出荷した後11月に、彼らはカタルーニャへ立ち、また漁期になるとやってきて、イスラクリスティーナ湿地やポルトガルのモンテゴルドなどで暮らしていた。 1755年11月1日の1755年リスボン地震で津波が押し寄せた後、軽量な島の構造が破壊された。このため、翌1756年の行期にカタルーニャ商人は地理的にも政治的にも安全で有利、年間通していられる堅固な場所を考えた。家族を連れてやってきた彼らが島の最初の住民とみなされている。 湿地帯に浮かぶ島々での最初の住民の一人、ホセファネカは、一軸の木で淡水を抽出しためる方法を編み出した。一軸がラフィゲレートこの環境が季節外れの強風から船をよく守っていた。海からの恵みのために、比較的早く、カタルーニャ人、バレンシア人、同様にアンダルシア人やポルトガル人が着実に島に入植した。 その間、ポンバル公爵セバスティアンデカルバーリョは、ポルトガル国内での塩漬け加工産業を一元化するため、ビラレアルでサントアントニオの町を作るよう命じた。1774年から1776年に、かけ、その地に商人やモンテゴルドの漁民が強制的に移住させられ、町が設計された。彼らが移住を拒むと、 ポンバルコーは彼らが街から出て行くよう住宅に火をつけた。その行動によってモンテゴルド住民の非常に多くがライゲリータへ逃げていった。ポンバルコーの行動が逆にライゲリータの定住地としての姿を整えることになり、早いうちに教区教会が完成した。19世紀初頭には人口が950人に達していた。定住地が誕生した頃、 アヤモンテ領主とレドンデーラの町がイスラで税金の徴収を行っていた。住民の義務が誰にも干渉されないよう、ライゲリータは政治的な独立を適用することにした。1788年4月、カルロス3世は王礼を布告し、ライゲリータが、しかし、アヤモンテもレドンデーラも、教会当局のように偏って、自らの法を施行し続けた。 最終的な政治的自立は1802年、レアルイスラデライゲリータの名を授かってからだった。1834年、グアディアナ川口付近から、これらの大流行が始まり、芝叩く間に、アンダルシアから遠く離れたエストレマドゥーラ、グラナダにまで広がった。同年4月12日、摂政マリア・クリスティーナは、住民の請願を受けて、レアルイスラデライゲリータに、 自らの名を与えイスラクリスティーナと改名させた。イワシ漁業は繁栄し、今55年余りで人口は2倍に増えた。19世紀後半には、マグロの囲い込み漁が導入され、漁船同士で650メートル四方の網を二重にして漁をするタラファも始まり、漁業技術が進化した。イスラクリスティーナと対照的に、19世紀以降、負債を重ね、 人口減少が止まらなかったレドンデイラは、1887年にイスラクリスティーナに併合された。20世紀に入っても漁業は好調で、イスラクリスティーナで製造された魚の缶詰は、主としてイタリア、またノルウェー、スウェーデン、フランスへも輸出されていた。1924年に人口は1万人を超え、アルフォンソ13世は、都市の T を与えた。スペイン内戦後、 イスラクリスティーナの人口は減少に転じた。魚の輸出が低調となり、食を失った人々が転出して行ったためである。また漁獲口の減少も停滞の一因であった。イスラクリスティーナの漁民は魚を求めてアフリカへ向かうようになった。1990年代以降、養殖業へわずかに転換したことで、再び活性化された。イチゴやオレンジの栽培など、 新たな収納者による人口増加も見られた。この過程でポーランド人とモロッコ人のコミュニティがイスラクリスティーナにできた。ポーランド人コミュニティは多くが農場で働く女性で占められている。ありがとうございます。